ギフトをプレゼントできるサービス。この中にですね、LINE ギフトというのがありますので、こちら、これ友達にギフト。こちらの LINE ギフトを受け取る。はい、こんにちは、さかなえです。いつもたくさんの動画の中から見ていただきありがとうございます。今日はこちら、LINE ギフトの話をしたいと思います。LINE ギフト、ギフトを送ろう。LINE ギフトは LINE でつながっている友達にギフトをプレゼントできるサービスです。ということで、友人とか知人にギフトを送りたい時ってありますよね。もちろんお店に行ってギフトを選んで直接友達に渡せば一番いいんでしょうけれども、今コロナ禍ということもあってですね、なかなかそれもしづらいと思うんですよね。また本当にちょっとしたお礼をしたい時もあると思います。例えばコンビニのコーヒーを差し上げたいとか、そんな本当にちょっとしたお礼にもですね、使えるのがこの LINE ギフトです。また支払いも皆さんが使っている PayPay も支払いで使えますので、とても便利だと思います。今日はそんな便利なこの LINE ギフトを紹介します。スマホ初心者の方でも分かりやすく丁寧に説明しようと心がけていますので、最後まで見ていただけると嬉しいです。このチャンネルでは、いろんな動画をアップロードしています。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは本題に入りたいと思います。LINE ギフト、LINE の方の説明によりますと、LINE ギフトは LINE のトークを通じて友達とギフトを送り合うことができるコミュニケーションサービスです。住所を知らなくても、直接会えなくても、LINE 上で簡単にギフトを送ることができるため、ちょっとしたお礼を言いたい時や、季節のイベント、大切なライフイベントなど、様々なシーンでご利用いただけます。ということで、説明があります。それでは具体的にスマートフォンを操作しながら説明をしたいと思います。まず、LINE を開きます。そしてですね、LINE ギフトの場所というのがですね、3つの場所から開くことができます。まず、ホームですね。こちらをタップしていただいてですね、ここのところに LINE ギフトというのがあります。こちらをタップしますと、このような画面になりまして、LINE ギフトが開きます。それと、こちらの方のウォレットですね。こちらからも開くことができます。こちらはですね、こちらをタップしまして、ここのですね、ところにギフトがありますけれども、もしここに出ていなければ、もっと見るをタップしてください。そうと、この中にですね、LINE ギフトというのがありますので、こちらから開きます。そしてですね、今、二つの場所から開いたんですけれども、その場合にはこちら、同じ画面が出てきます。それともう一箇所開けるんですけれども、そちらはですね、こちらのトーク。それで、例えばですね、こちらの方にギフトを送りたいなと思った場合にですね、こちらの方のトーク画面をタップしまして、ここのプラスをタップして、こちらにですね、LINE ギフトというのがあります。こちらをタップしますと、同じように LINE ギフトの画面が出てくるんですけども、ここの部分ですね、が違ってきます。これはですね、後でまたご説明しますけれども、こちら今トークの相手のですね、欲しいものというのがですね、こちらに出てきます。こちらの欲しいものというのはですね、例えばこちらを見てですね、こちらを欲しいというふうにですね、私がですね、ここをタップしますと、相手がこのトーク画面で LINE ギフトを開いたときに、こちらの方がですね、欲しいものとして今、登録してあるものが出てくるんですけども、これはですね、こちらのものだけです。一番左のですね、ものが、この方の欲しいものとして登録してあるもので、こちらはですね、AI おすすめなので、この方はこれを欲しいので、こちらの商品も欲しいのではないかなということで、こちらに出てきます。それでですね、こちらの画面から説明していきます。一番上はですね、閲覧履歴ですので、LINE ギフトを開いてですね、見た履歴がこれに残ってきます。そしてこちらの画面を少し上げていきますとですね、こちらの方に人気の e ギフトと人気の配送ギフトというのがあります。e ギフトというのはですね、コンビニとかミスタードーナツとかスタバとかですね、どこの街にでもあるようなチェーン店ですね、そちらで直接交換できるチケットになります。そしてですね、ここにあるものというのはコンビニの
商品なんかもありますので、ほんの気持ちで低価格で送ることができるギフトになります。例えばですね、会社の同僚の M さんがこの前ですね、配布資料の取りまとめをですね、手伝ってくれたので、これをしたいなという時ですね、こちらの方のですねギフトからですね、例えばこちらのですね商品、カフェラテの M とですねロールケーキセット、こちらローソンのお店なんですけども、こちらをですね送るというような形で、本当にちょっとしたですね気持ち、これも300円ですので、このような商品がありますので、低価格で気軽に送ることができる商品が揃っていますので、とてもおすすめです。次にですね、こちらの配送ギフトというのはですね、名店の味とか、日用品とかですね、いろんなギフトが揃っています。家電なんかもあります。これはですね、相手の住所を知らなくても大丈夫なんですね。LINE ギフトを送った場合にですね、ギフトをもらった相手が自分のですね住所を入力するだけで発送をしてくれます。もちろんですね、相手にはその住所はわからない状態で送ってくれます。なかなかね、忙しくて時間がなくてお店にギフトを買いに行けばいいんですけども、それがいけない場合にですね、相手の住所を知らない場合とかにですね、とても便利なギフトになります。そしてこの画面を少しまた上げていきますとですね、ここにですね、友達の欲しいものリストが出てきます。これはですね、LINE の友達になっている人がですね、例えばですね、こちらの商品をですね欲しいというふうに、ここでタップしますとですね、こちらの方のですね友達の欲しいものリストに入ってきます。あとは e ギフトで、ここにですねコンビニとかですね、あとアマゾンなんかもありますね。あと ZOZO タウンとかですね。いろんなですね、ここに、いろんなですね、e ギフトで送れるお店がですね、ここに出てきます。ですからですね、ここら辺ちょっとコンビニでセブンイレブンしかないな、という場合にはですね、こちらからですね、このギフトですね、送るといいんじゃないかなと思います。そしてですね、こちらの方に、カテゴリー、選ぶっていうこともできるんですけども、ここにですね、カテゴリーがあります。例えばこちらの香りのギフトですと、このようにですね、香りのギフトがですね、出てきます。あとはですね、キッズ向けのギフトとかね、こんな風に、ここでカテゴリー別で見ることもできます。あとはスイーツとかですね、あとビューティーとかですね、あと条件から探す。例えばですね、ちょっとしたお礼を女性の方に、1000円以内で送りたいなっていうふうに選びますと、1000円以内のですね、女性向けのギフトがここに出てきます。これを例えば男性にしますと、このようなものが出てきてですね、例えば私たちみたいなシニアの人にはですね、何が出てきますかね。こんなような、甘いもの系ですかね、が出てきます。こういうふうにですね、条件をここでですね、選んで見ることもできます。これ本当にたくさんのですね、こういう商品がありますので、見てるだけでも非常に楽しいんですけども、本当に私ですね、これ見ていてですね、面白いなと思ったのがですね、ここの閲覧履歴で、ここにね、スマホも置いてあるんですね。これ楽天回線版のですね、私がこれ使ってる、今、使ってる OPPO のスマホなんですけども、こんな商品もあります。あとですね、これ AirPods、Apple の AirPods ですね。こんな商品もあります。これもですね、プレゼントで送ることができます。それ今見ていただいたようにですね、自分が見たものはここの閲覧履歴に載ってきます。これもですね、非常に面白いと思うんですね。こちら、チロルチョコ100個ギフトセットで2200円なんですけども、これもね、楽しいギフトだなと思いました。あとギフトでですね、安いギフトもあるんですね。こちら32円なんですけども、ブラックサンダーですかね。こちらは32円でローソンでですね、売ってるんですね。次にですね、こちらの検索のところなんですけども、これはですね、ここでキーワードで検索してもですね、プレゼントを見つけることができますし、あとはですね、このシーンから探すこともできるんですね。女性の誕生日とか、あと結婚祝いとか出産祝いとかですね。こんな風なシーンから探すこともできますし、あとカテゴリーですね。キッチン用品、キッズ、ベビー、ビューティーとかですね。
カテゴリー別にですね、分かれていますので、これも非常に使いやすいと思います。そしてですね、こちらの誕生日カレンダーっていうのがあります。これはですね、できればその誕生日の日にプレゼントを送りたいという時に活用できるんですけども、ここに今2月ですので、2月のですね、LINE の友達で誕生日登録してある方ですかね、そちらが出てきます。それでですね、ここにですね、その人が欲しいものをもうすでに登録してある場合にはですね、こちらの方のように欲しいものリストというふうに表示されます。欲しいものをですね、登録してない場合にはですね、こちらの方のように欲しいものを聞くというふうに出てきます。で、こちらをですね、見ますと、こちらの方はですね、Amazon ギフトが欲しいなということで、こちらの方に登録してあります。ですから、その誕生日の日にですね、こちらからですね、こちらの方がですね、ちょうど欲しいものがあるということで書いてあればですね、こちらの商品を送ることもできます。それあとですね、こちらの方のベルのマークですね、こちらはですね、LINE の方の自分のところに、このですね、方が誕生日ですよということで通知が来ます。それとですね、こちらの方が間違って誕生日登録してあるとか、ちょっと故意にね、誕生日知らせくないのでということで登録してある場合もあるかなと思うんですけども、その場合にはですね、こちらの方の、ここで誕生日編集というのができます。それで、その方の誕生日をですね、編集で入れ直すとですね、こちらの方の誕生日は変わります。ただ、こちらご本人のですね、誕生日は変わるわけではないので、そんな形で使うこともできます。あと、欲しいものが登録してない場合にはですね、こちらをいただいてですね、こちらでですね、候補ギフトの候補リストをこちらで送ることもできます。なかなかね、細かい、かゆいところまで手が届くというか、そんな作りになっていると思います。あとはですね、最後にマイページなんですけども、こちらはですね、送ったギフトとかですね、もらったギフトとか、購入履歴とかですね、が出てきます。あと、こちらですね、クーポンっていうのがあります。これはですね、ここにですね、友達ギフト限定で1000円までの決済限定で、初回購入限定ということでですね、クーポンも使うことができるみたいです。それとあとクーポンに関してはですね、こちらの方のトークで、こちらにですね、LINE クーポンというですね、ものがあります。これは LINE の公式のものなんですけども、こちらをですね、友達追加をしておくと、LINE クーポンでですね、このローソン唐揚げくんがですね、20円引きとかですね、こういうクーポンも来ますので、これと組み合わせてですね、使うことによってですね、安くですね、そのギフトを送ったり使ったりすることもできます。ではですね、実際にですね、この LINE ギフトを送ってみたいと思います。LINE ギフトを開いてですね、例えばですね、こちらのローソンの商品からですね、マチカフェのカフェラテの M 送るとします。それ、これですね、友達のギフトだけでなくてですね、自分用に購入もできるんですね。まずですね、これ自分用に購入をしてみたいと思います。そしてですね、これ利用規約が出ますので、チェックを入れて同意して続ける。そしてですね、支払い合計150円で、これ支払い方法がありますので、支払い方法はですね、これがあります。PayPay決済。LINE 決済ですね。あとクレジットカード。ドコモのキャリア決済。ドコモキャリア決済の場合には手数料が 5% かかります。au さんも同じように手数料がかかります。ソフトバンクさんも同じですね。というふうになっています。ですから、クレジットカードを登録しておくのもいいですし、あとは LINE Pay に使っている方はですね、LINE Pay でもいいかなと思います。クレジットカードの場合にはですね、こちらをタップをしてですね、ここで新しいクレジットカードを登録。からここの画面から知ってみてください。今回 PayPay でやってみたいと思います。まずですね、PayPay の残高があるかですね、確認をしておいてください。それでですね、この購入内容を確認をしてですね、価格、LINE ポイントは使ってませんので、あと支払いがですね、PayPay の決済ということで、こちらで購入内容確定。これ友達に送る場合も同じような操作になります。それでですね、こちらの画面で、PayPay アプリでこの支払いを続けるという項目がありますので、こちらでアプリを開く。そうすると PayPay アプリの画面に入りますので、こちらで支払う
というふうにします。で、支払いがこれ受付完了で、お、なんか出ましたね。お、ペイペイジャンボ、残念でした。ということで、そうしますとですね、どうなるかというと、こちらでですね、LINE ギフトが届いてますということで来ています。購入したチケットは、通知用公式アカウント、LINE ギフト、お知らせから LINE で届きますと。LINE ギフトのマイページ、もらったギフトからもご確認いただけますと。それでですね、今すぐチケットを確認する。ということで確認しますと、こちらがそのチケットになりまして、こちらの画面をですね、お店の人に見せてですね、それでこちらから支払いができます。これなんか商品の場合にはですね、例えばですね、ロールケーキとかそのようなものであればですね、それを持って行って、レジに持って行って、それとですね、こちらのスマートフォンのこの画面を出してですね、提出すればですね、購入、そのギフトを受け取ることができます。その後ですね、こちら、有効期限があるので注意していただきたいんですけども、こちら有効期限3月31日です。今日が2月の23日なんですね。ですから約まあ1ヶ月ちょっとぐらいですかね、有効期限としてあるみたいです。それとあとですね、受け取った時にそのギフトの内容を確認をしてですね、すぐ使わない場合にですね、そのギフトがどこに行ったかというとですね、こちらのホームの LINE ギフトのこちらの方のマイページですねのここでもらったギフトというのがありますので、こちらに出てきます。で、こちらをですねタップしてお店に行ってギフトを受け取ることができます。こちらはですね、あと1箇所ですね、こちらトークのこの LINE ギフト、こちらですね、こちらの方のところにですね、もらったギフト。というので、こちらからも確認することができます。次にですね、実際友達にですね、送る方法と、友達からですね、配送ギフトですね、送ってきてもらった場合の処理の方法をやってみたいと思います。では、実際にこの友達にですね、ギフトを送ってみます。こちら、プラスですね、をタップをします。そして、こちらの方の LINE ギフト。をタップをします。それでこちらからですね、商品を選びます。彼の近くにはですね、セブンイレブンしかないので、こちらからですね、これがいいですかね。こちらのプレミアムカフェラテを送ってみます。それでこれ友達にギフト。そしてですね、こちらの方、誰に送るかということと、価格、支払い合計。それで先ほどですね、自分用にペイペイ決済でですね、選びましたので、一度選ぶとですね、次も同じ決済としてですね、ここに出てくるみたいです。で、ここで購入内容を確定。そうすると PayPay の画面に飛びます。そしたらこちらでアプリを開く。で、ここでアプリを開く。そしてここでですね、支払う。で、残念、また残念ですね。それでですね、この画面を見ますと、今、LINE ギフトをこちらの友達に送ったんですけども、こちらですね、LINE ギフトがここに送られてないみたいで、どういうことかというとですね、こちらがですね、こちらの方のマイページのですね、この送ったギフトで、これなんですけど、ここ、メッセージ作成待ちと出てます。こちらをですね、開きますとですね、このメッセージがこの購入したギフトをですね、ギフトメッセージにして送ろうということができるんですね。それですけど画面を確認してですね、バツを押しますと、このですね、カードを選択ということで、カードを選んでメッセージを入力して送りましょうということで、こんな形でですね、出てきます。それ例えばですね、これでいいかな。お疲れ様です。それでこれでですね、ここにメッセージをですね、入れることもできます。質問。いつもありがとう。というふうに、これでメッセージを入れてみました。で、ギフトメッセージを確定と。で、ここでですね、初めてギフトを送るという画面になりますので、こちらで送ります。そうするとですね、メッセージが送信されましたということで、こちらのですね、トークを見ますと、このようにですね、LINE ギフトを送ることができました。それ有効期限、3月25日というふうになっています。これでですね、相手が先ほど私がやったようにすればですね、LINE ギフトを受け取ることができます。今、こちらの友人からですね、
LINE ギフトがですね、届いていますので、こちらの方のですね、LINE ギフトの受け取り方をやってみたいと思います。こちらはですね、ギフトでなく、配送ギフトですね。ですから、こちらの方で、住所を入れる必要があります。ですから、もらった方がですね、住所を入れるという形になります。こちらの LINE ギフトを受け取るをタップします。そしたらですね、配送先を設定してくださいということで、こちらがですね、設定期限が3月3日になります。で、ここの設定で、ここにですね、住所、氏名、名前、電話番号を入れます。それで今、郵便番号、住所ですね、あと氏名、電話番号を入力しましたので、これでですね、同意して登録をタップをします。そうしますとですね、これで発送待ちになりました。猫ポスで来るみたいですね。こんな形でですね、相手から受け取った配送ギフトですね、自分の住所を入れてですね、登録ができます。それでこの住所というのは相手はわからないようになっています。私もこれからですね、これをたくさん利用していこうかと思いました。ぜひですね、LINE 使っている方たくさんいらっしゃいますので、使っていただけると嬉しいです。はい、ということでこのチャンネルではですね、スマートフォンの使い方が中心なんですけども、その他いろんな動画をアップロードしています。ぜひチャンネル登録、そしてですね、最後にこちらの方にいいねボタンというのがあるんですけども、こちらもポチッと押していただけると感謝です。はい、ということで今日もありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それではさよなら。